はい、はい、はい、はい。水ですいませんね。はい、はい、お疲れ様です。いや、参りましたね。次がですね、13時38分なんで、うん、全然ここから歩いて5分ぐらいですか。いや、もうね、あまりダーハラさんの言うこと信用しないでください。何余裕ぶっこいてんだと思ってるんですか。いや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 、でもアムフさんがちょうどよかった。ちょうどよかったじゃねえよ。だって全然よくないでしょ。電車乗ればもっとじゃそのまま。うわー、やっちまったやな、ほんと。あ、どうもすいません。猫のせいね。はい、すいません。沖縄そばです。はい、はい、デビッチそばです。はい、はい、三枚肉一皿です。あ、おい。で、これ、いいところ乗っけて食べればいいじゃん。だから、お皿にしたの。俺って気が利くでしょうか。何その言い方。いただきます。ありがとうございます。ちょっと真ん中から食べましたから。あ、全然いいです。全然、俺気にしない人だもん。野菜そば三枚肉でーす。おーい。フルキャンプの単品でございます。はーい。はい。はい。どうぞ。食べますね。じゃあ、みんな食べようと思う。ここくれよ、もう飛行機乗って行くことねえや。さっきのとこちょっと見たいの。まだ時間。駅どっちなんですか。向こうまで歩いて6分ぐらい。ちょっと待って、ちょっと俺どっから乗るってさっき言ったっけ。浅野じゃねえの、うん、浅野から海芝浦行くんじゃないですか、これから。そうだよ。あ、ちょっと申し上げてよろしいですか。はい。普通に予定考えた人って結構覚えてるもんだと思ったんですけど、うん、全力で大体忘れちゃいますよね。うん、え？大体忘れちゃってますよね。もう考えた瞬間に全部忘れたのかなぐらい。ちょっと地図で今調べてるんだよ。何をですか？駅。タクシーで来たから分かんのかっつったよ。撮っててよかった。タクシー。じゃあ、あの、まあ、産業道路の方行きゃ駅あるだろうなという推測のもとに歩いてるわけですね。なんて駅だったっけ。浅野じゃねえのかって何回も。ここだわさ。ナビ開始。ここ左です。はーい。あら、ドラあれ違うのかな。あなたのスマートフォン何すか、ぶっ壊れてるんですか。あれ、どれ、動かなかった。あれ？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 よかったより道しなくて。こんだけ時間やりゃそんなことしたって大丈夫ですよ。ちょっと待ってよ、マジでマジで。それなんですか、遠回しに我々に調べろと。調べてもらっていいですか、浅野駅。いいんだ、合ってるよ、合ってた、合ってた。大丈夫だって。合ってたやん。で、またあれって2回ぐらい言うんじゃないかな。あそこ右。あそこで、どこ。あそこの止まれよ。はい。ああ、あそこ看板ありますよ。うん。これ全然5分じゃなくないですか。ねえ。走れ5分だったね。寄り道しなくてよかった。あ、これ出てんじゃん、その駅って。さっき言ったじゃないですか。たまありますよ。よかったの。あ、よかったよかった。あー、なんか、降ってんだか降ってねえんだかわかんねえ。降ってんですよ。もう気使えば、またリックの、リックじゃねえわ。またディーバッグを手で持ってるとか言われるからよ。この公園の先が駅じゃないですか、確か。これがゴム通りって言うんだって。はい。なんでゴムなんだろう。ゴム工場があったからじゃないですか。頭いい。感じ悪い。あの教習車に引かれちゃうよね、そう。
あ、踏み切りが見えた、あそこだ。だからそこだっつってんだろ。絶対これ5分じゃいけねえよな。いや、だからよ。うわ、ぴったしじゃんよ。ぴったしってことは、見積もり甘えってことじゃねえか。そうか。あ、あのマークは。はいはいはい。危ねえよって。光る、光ると星は。東芝大好き野郎ですか。今何分ですか。31分。あと7分。右よし、左よし。はい、朝の駅。先ほど電車乗り遅れて、はい、入場をおっしゃったんで、はい、ここまでの間、ここまで乗ったことにします。はい。ほい。じゃあ僕も。167円無駄に払っただけじゃないですか。このカーブいいよ。いいね。カーブがいいね。カーブがですか。向こうからくるくるでしょ。はいはい。チンコカンコ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 チン。お、かぶりつき、かぶりつき開いてんぞ、かぶりつき開いてんぞ。すんごいね、ここ。広いしね。うん、ガン見じゃないですか。見てよ。見てます。定着。はい。このままここに止まってるってことですか。そうです。あ、海ですよ。ほら、こんなとこですよ。え？海ですね。この芝浦は。なんだっけ、芝浦製作所だっけ、昔の東芝、東京芝浦。東京芝浦乾電池？違うよ。なんかそうだよね。その芝浦なんだよね。はい、東京芝浦ですよね。じゃあ。これ一回出場しないと、キセルになるの？キセルになりますね。うん。とりあえず、例の公園行きますか。うん。次の発車時間何時でしたっけ？紙に書いてます。あ、紙に書いてますね。はい。はい、お帰りの時間、ご帰りくださいっての。はい、俺来たからこんなんなかったもん。ああ、昔なかったって言いますよね。うん、45年前じゃねえだろうと思うんですけど。そう。ちょっと奥っちょまで行ってみて、奥っちょまで。奥っちょ、はい、どうぞ。ここは、ここから工場を取るとすごくいいんですよ。でも電車じゃなきゃ来れないでしょ？電車じゃなきゃ来れないんですよ。この辺が最後かな？フェンスの最後。ここら辺がドンつくじゃないですか。ああ、こっち。はい。こけましたね、今。翼橋、翼橋。早く面白いこと言ってください。いや、まあ、かっこつけてんだけど。かっこいい。すごいかっこいい。ああ、めちゃめちゃかっこいいな。わかった、うるせえな。なんかここの工場も、なんか建物があの上の。あの、校内撮影禁止だからそっち撮れねえんですよ。な、校内何？使えねえだろ。わかった。こう、いかにして東芝さんを撮らないようにあなただけを撮るかという。そうか。そらそうでしょ。これじゃあ東芝さんが寄付したんでしょ、これ。ですよね、確か。あんまりにも来る人はかわいそうと。こういう変なとこ来る残念な人にどうぞって。俺ならここでアメリカンドッグ来るな。アメリカンドッグばっかり出てきますね。え？海芝浦ドッグとか。ここでも、ここ一番いい絵面じゃないの、ほら。
広角で撮れば。で、今日カメラは？え？これがあるじゃないかよ。また？いやー、これなんかいいね、これね。なんかなんつうの？新しく作った、それっぽい旅館のアプローチ見て。よいしょ。よいしょ。ちょっといいね、ちょっとこの絵面。iPhone がうなるんですね。あれ、横横じゃない、あ、横横じゃないよ、わし。で、横横。あれ、湾岸線ですよ。湾岸線？湾岸線で、右手に見えてるのがベイブリッジじゃないですか。で、左行けば花田。左行って、こう、翼橋じゃないですか。ってことは、こっちはもう川崎じゃないですか。お、膝割れがしゃがんでた。とりあえず今撮ってるのは全部後頭部ですけどね。後頭？東京都江東区？なんだよ、お前は。その、にやけた顔を。傘で打つのやめてもらっていいですか？傘。人は繁盛。知らない？昔？いや、バチンと落としたんで。知らない昔？知らない。ロッキード事件の時。あ、カメラ。あ、お腹取ってたん。いや、気持ちいいね。取ってつけたような気持ちいいただきました。ありがとうございます。気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい。あ、これいいね。この昔のクハ。まだこれ俺映ってんの？自撮りしてたんじゃないですか？あいた！よし。よし、よし。一番後ろでいいんじゃないですか。この海を入れないと。ちょっとここからまだ発車しないよね。しないですね。取って。取ったます。写真じゃないんで、ちゃんと面白いポーズをしてほしかったですね。いい絵撮った。うん、いい絵が撮れましたよ。いい絵撮ってよ。ちょっと、海芝入れて。海芝隠れました。あ、こうですね。はい。撮れましたよ。OK？ はい。OK。よいしょ。